はい、イーズカ34期道地選手ね、伊勢崎遠征来たのでお話伺いたいと思います。はい、道地君おはよう。おはようございます。おはようございます。昨日一走伊勢崎走ってみて、まあだいぶ暖かくなってきたんで、うん、結構滑らせがちなんで僕その辺がちょっとうまくいかなかったですね。昨日シソ37出たんだけどね。シソはまあ良かったかなと思ったんですけど、やっぱレースでちょっと力入りすぎたのかっていうところですね。ちょっと絡まっちゃいました。はい、伊勢崎走路の印象とかあります？まあでもまだ3回ぐらいしか乗ってきてないんで、うん、そんなにまだ分かってないというか。そうか、そうですね。伊勢崎はこうしようみたいな。はい、今の自分のセールスポイントを教えてください。セールスポイントですか。いやもう足りないところばっかなんで僕何も、とりあえず開けるしかないっていう感じなんですけど、開け負けは、はい、開けの気合だけは負けないと。そうですね。師匠はどなたになりますか？田中進さんです。はい、自分の同期のね、進のね、はい、弟子なんでね、自分も仲良くさせてもらいました。師匠はどんな方ですか？人がすごいな。人がすごい。はい、人がすごいなと思います。僕は、はい、どういう意味だかちょっとね人がすごい、はい、尊敬できます。ちなみに伊勢崎 YouTube チャンネル見たことありますか？何回かちゃんと見るよ。はい、わかりました。ちなみにチャンネル登録なんてしてくれてます？登録はしてないですけど、ぜひしてください。よろしくお願いします。はい、そうですね。はい、YouTube 見た中で、なんか面白い YouTube チャンネルありました？伊勢崎チャンネル。まあ同期の石川くんが、あ、やっぱ車ネタ。まあ同期でしたし、ちょうどこう、はいはい、はい、やっぱ見たのがあれですかね。普段から YouTube は見るんですか？まあちょこちょこ、はい。どんなもの見ます？どんなもの見ますか？でも車のとか。やっぱ車関係。まあ普通に音楽聴いて寝るとか。なるほどね。車は好きなんですか？車は、はい、車なんか結構いいの乗ってるってちょっと噂で聞いたんだけどさ、はい、車何乗ってるんですか？あのロータスを買いました。ロータスね、はい、知ってます、聞きました、はい、で、現金ニコニコ一括払い？いやもう大借金で。大借金でローン借りるだけ借りたんで、あとはグリップ開けるだけ、開けて金を返すだけ。なんとか返さないとなんで。そうだね、はい、じゃあぜひ一先に乗ってきてください。チャンスがあれば。伊勢崎乗ってきたら、あの、はい、YouTube チャンネルでまた紹介するかもしれない。わかりました、ね、はい、じゃあ今日の5レースはちょっと開けてね、ロータスの借金返済の、ね、借金返済に当てれるように、ね、はい、頑張りたいよね、はい。道地君の趣味は何ですか？趣味今のところ最近何もなくて。え、筋トレは？筋トレ、まあ運動もちょこちょこするっすけど。道地君ね、半端ないムキムキなんで超筋トレ半端ないんですよ ね、これ脱いだらね、これ脱いだら半端ないです、ね。そうしましたら、伊勢崎の YouTube チャンネルを見てるファンの方へメッセージをカメラの方お願いします。はい、これからも目いっぱい気合い入れて走るんでよろしくお願いします。